サーヴァントというのか。名はないが、あり方としてはそうだな、原種の一と呼ぶがよい。呼ばれたということは縁があったということ。しばしの間、貴様たちの生存を眺めてやろうではないか。なんて偉そうな私の言い分は売っちゃって。こんにちは、カルデアの人。私はムーンキャンサー、アルクエード・ブリュンスタット。これからよろしくね。すぐにまた霊気第二で会いましょう。お待たせ。お堅い原型から身軽な姫に、古い私は最新の私にモードチェンジ。人類を守るんでしょ、任せて。改めてよろしくね、マスターさん。おっと、フレームの性能ちょっとだけ上がった感じ。相手に合わせての出力向上じゃないのね。これが人間の言う成長か。カルデアという舞台に合わせて再調整しました。原型の私でもなく、最新の私でもない。これはひとときの夢、血に惑うことなく育った私という威風。口だけではない、正しく真祖の姫である状態です。真祖、精霊は数あれど、星の頭脳体となる個体は限られています。私はその一つなのでしょうが、今はその責務から解放されているようです。一つの命として外界と触れ合うことは新鮮で微弱で悲しいものですが、決して無意味なものではありませんでした。人がなぜ消え去る運命にある灯火を守るのか、その理由はこの温かな鼓動にあるのですね。